月形龍之介、月形龍之介、月形龍之介、1902年3月18日から1970年8月30日は日本の俳優。本名は角田清人、門田清と、俳優の月形哲之介は息子。戦前から戦後の約半世紀の間時代劇スターとして活躍し、坂東つまさぶろう、大河内伝次郎、片岡知恵 嵐勘十郎、市川歌右衛門、長谷川和夫と共に、七県生と呼ばれた。戦前期は、二昼な剣士役で人気を得、伊藤大輔監督の、斬人斬馬剣などの名作に主演した。戦後は、渋みと風格のある脇役となり、悪役も演じた。戦後の当たり役は、三戸三国で、十四本のシリーズ作品がある。晩年は、テレビドラマにも出演。 生涯に出演した映画は、約500本以上に上る。1902年、明治35年3月18日、宮城県東田郡小戸田村、現在の三里町に、父、生、四郎、母、千歳の次男として生まれる。1906年、明治39年、北海道岩見沢城で、立花屋という劇場を経営していたおじ、角田洋吉の養子となり、 成長すると活動写真や芝居に親しむようになった。1914年、大正3年、岩見沢神城高等小学校を1年で中退し、雑貨屋に奉公。1916年、大正5年、立花屋が消失して、東京に出ていたおじを頼って上京し、旧正江原中学に入学。剣道が得意で、三段の腕前だったという。しかし、 女学生と恋愛問題を起こして中退することになり、その後は、三田英語学校に転学した。1917年、大正6年、東京電機に入社したのを経て、1918年、大正7年に、旗ヶ谷のタングステン工場に勤めるが、翌1919 19年、大正8年に、恋愛関係にあった、志村里と、駆け落ち同然で、京都へ、こう。 自活をするため、映画俳優を志すようになる。1920年、大正9年6月、牧野正造が設立した日活関西撮影所、俳優養成所に、第一期生として入り、中村あずまき造を芸名とする。養成所仲間には、高木新平がいた。9月公開の尾上松之助主演、戦国ゴン衛での配役が、映画デビュー作となり、同年には、 志村里サトと結婚している。翌1921年、大正10年、牧野の日活大社と共に養成所も解散。中村水之助一座に加わって、地方巡業を行い、市川左むしろ次の月人をしたが、心臓学家で一座を抜けて、京都に帰っている。1922年、大正11年、牧野教育映画製作所に入社、早として出演した後、 1923年、大正12年に、牧野映画製作所当時員撮影所に入社。坂東つまさぶろう主演の、先血の手形や、もゆる渦巻などに、早くで出演し、栗藩の岳るまで高木と共演。次第に頭角を表し、1924年、大正13年に、黒母坂の仇役で、牧野に認められ、出世作とした。 この頃に門殿東寄像と改名し、7月公開の、うたるるもの、番妻主演で準主演。同作公開後に、すすきた六兵が名付け親となり、月形龍之介に改名した。芸名の由来については、月形半平太と、月江龍之介を合成した説や、彼の育った、岩見沢の近くにあった、月形村に関連があるという説がある。同年8月、は、 東亜キネマに九州合併され、同社で復讐の日で番妻と共演後、沼田光録監督、羽光で初主演。1925年、大正14年6月、牧野は東亜キネマから独立して、牧野プロダションを設立、月型もそこへ移り、修羅発行、裁かるるもの、転落などに主演、市川歌右衛門と牧野を担う両星と歌われた。 しかし1926年、大正15年、妻子あるみでありながら、作品で何度も共演してきた、牧野照子と、不倫し、駆け落ちをした挙句、数目を設けている。これで、牧野を一時解雇され、映画界を去ったが、直木35らが間に立って、同年12月に照子と別れて、牧野にまた者。東京のスタジオで撮った、涙が、復帰第一作となった。 1928年、昭和3年、中根2列実録中心蔵で、清水一角を演じた後、3月に、牧野を退社し、牧野との配給提携を条件に、月型プロダクションを設立、会社登記のミスで正式には、プロタクシン、芸名も、月型明子に改名した。プロダクションには、井上金太郎や、悪霊の助らも参加している。 同プロでは全部で8本の作品を制作したが、翌1929年、昭和4年、剣士、沖田総司を終わり作にプロダクションを解散。小竹と実演契約を結び、一等を引き連れて、小竹家劇場を順演後、8月に伊藤と、松、竹下鴨撮影所に入社。芸名も、月形龍之介に戻し、自らの企画で、残人残馬剣、白屋弁。 十郎、渡る東田商店に主演。中でも、伊藤大輔が監督した、残人残馬剣は、百姓一揆を真正面から扱った作品で、傾向映画の代表作として、名作との呼び声が高い作品である。1931年、昭和6年5月、陶器映画の制作を目指して、再び独立。 月型プロダクションを立ち上げ、奈良県の伊駒山に撮影所を構えた。第一作は、直木原作、冬島太蔵監督の、博来文明街だが、栄養とシステムの録音機の不備でパートトーキーとなり、工業的にも失敗。しかし、キネマ巡法ベスト10に、第5位でランクインされるという、高評価を得ている。翌1932年、昭和7年には、 オールトーキーで、赤の紫外線を制作するが、この2作で15万円の負債を抱え、プロダクションは解散した。同年5月、東活映画社に入社し、5本の作品に出演するが、10月に、同社は解散。その後は日本における、映画俳優のフリー契約者、第1号として、1933年、昭和8年に、片岡千恵蔵プロダクションに招きれ、 伊藤監督、堀田隼人の家老、千坂評部役で助演。同年、南光明、浅香新八郎らと、日本フリーランサー協会を結成。柴聖華が起こした朝日映画連盟で2作に出演後、12月に、新興記念前入り、入江プロダクション提携作、神風連で、入江隆子を相手役に主演。1935年、昭和10年、再び、フリーとなり、 同年10月に牧野ト器キー製作所に参加。同社第一回作品の江戸話、ネズミ小僧は月形が原作を書いた作品である。1936年、昭和11年、PCL 映画製作所の東中堅雲江門に主演。同年6月、牧野ト器キーを退社し、1937年、昭和12年5月に日活京都撮影所に入社。 主演作も多いが、片岡智恵蔵や嵐勘十郎との共演作も多い。1940年、昭和15年公開の、宮本武蔵では、佐々木小次郎を演じた武蔵は片岡智恵蔵。同年12月日活を退社し、また、フリーとなった。1942年、昭和17年4月、大英に入社。 この頃から脇役を演じることが多くなるが、黒沢明監督の姿三四郎で、日垣玄之介、稲垣博監督の無法末の一生で、結城十三を演じ、重厚な演技で場面を引き締めることに貢献している。戦後、GHQ によって、剣劇映画が禁止され、現代劇に出演するようになり、1949年、昭和24年公開の、 透明人間ゲンワルでは、あらゆる物質を透明にしてしまう薬品を開発した科学者という、それまでに経験したことがない役どころを演じており、実年齢より大幅に上回る、この不景役に、抑えた重みのある演技で謎めいた雰囲気を付加することに成功している。同年、東横映画に入り、脇役として活躍する一方で、更新の指導にも当たる。 1951年、昭和26年、東横映画と大野泉映画が、東京映画配給に吸収合併され、東映株式会社に、称号変更。月型は、東映京都撮影所に入り、片岡知恵蔵と、市川歌右衛門に続く、東映時代劇の重鎮として活躍。新参者でありながら、仲間からは、おっさん、ガタさんなどのあだ名呼ばれて親しまれた。 月型は実際に吹けて見えたので、この頃から老人役が増えていった。1954年、昭和29年からは、水戸黄門万有紀シリーズで、水戸黄門を演じ、今日の水戸黄門のイメージを定着させた。他にも、大久保彦左衛門、大菩薩峠の、裏宿の七兵衛、新後十番勝負の武田一馬などを演じて、評判を呼んだ。また、 悪役も多く演じ歴代最高のキラ、コウズケノスケでもあった。晩年は撮影中の骨折の後遺症及び慢性関節リウマチの悪化で縦が厳しい身となり、ロングショットや後ろ姿は月形鉄之助がスタントを演じ座った状態の場面が多くなった。1964年、昭和39年の東映大社後はテレビドラマへの出演など軽い仕事を中心としていた。 1970年、昭和45年8月30日、脳出血のため、京都市東山区の山和病院で死去。法流の片岡知恵蔵は号泣、ガタさん早すぎるよ、あんまりじゃないか。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。